はい、今回トヨタプリウスに関する最新情報がまた何点か入ってきて、長安のデザインとスペックで新装備類と価格と時期について紹介していきます。グレード構成とかグレード別の装備で、あとはボディ色とかスペック発売日が確定して、で現行の4代目はもう早い段階でオーダーストップがかかっている状況で、で今日ですね PHEV が生産終了して、で4代目プリウスも来月いっぱいで生産終了で、新型車の情報として現行 1.8 リッターだったのが2リッターモデルも追加して、で PHEV は 1.8 リッターか2リッターにですね排気量がアップして、1.8 リッターの方がベースが X 上級が U グレード で、2リッターの方がベースが G グレードで、で上級は Z グレードで、2リッターの PHEV がもう Z ですねに集約して、 PHEV は E4 設定はなくて肉のみの駆動方式となっていて、でグレード別装備 1.8 リッターのベースの X から LED ヘッドライトはもう全車標準装備、オートライト機能付きで、で標準だとディスプレイオーディオレスで、メイクオプションで8インチのディスプレイオーディオを付ける形 でシート表皮はファブリックシートで、シートカラーはグレー、17インチのシールホイールで、電動パーキング、オートブレーキホールドは全車標準装備、デジタルインナーミラーはメイクオプション設定で、でボディ色 X グレードの専用色でスーパーホワイトとシルバーメタリック、2色とも X 専用で、 X は2色しか選択できなくて、ボディ色は2トーンなくてモートーンのみですね。で 1.8 リッターの上級の U グレード、8インチのディスプレイオーディオが標準装備で、シート表皮は上級ファブリック、シートカラーはブラックがメイクオプション設定で、標準だとグレーのファブリックシートですね。で運転席、助手席、シートヒーター、後席アームレストがメイクオプション設定で、ボディ色がエモーションレッド2とダークブルーマイカ、 X と G は選択できなくて U と Z の専用色で、あと U グレード以上で X 以外ですね、プラチナホワイトパールマイカ、アティチュードブラックマイカで、新色2色アッシュとマスタードが選択できて、 X 専用色と合わせて全8色ですね。で2リッターのベースの G グレード、上級ファブリックシートが標準装備になって、で運転席、助手席、シートヒーターが標準、 G グレード以上で19インチアルミになって、で床下透過機能付きパノラミックビューモニターがメイクオプション設定で、2リッターの上級で、まあ、5代目プリウスの最上級グレード Z グレードが 12.3インチ、ディスプレイオーディオプラスが標準装備で、シート表皮は合成比較で、シートカラーはレッドのステッチが入ったシートカラーとなっていて、で運転席、助手席、シートヒーター、ベンチレーションが標準装備で、運転席シートメモリー機能付きのフロント席はパワーシート、 Z 専用のメーカーオプション設定としてパノラマルーンルーフを設定して、でもデザインの方はもう判明してますよね。で走行性能の新機能として、ドライブモードにアクセルペダルの操作だけで速度を調整しやすくなるパワープラスモードですね、新型アクアにも搭載した快感ペダルの方を追加して、でスペックの方が上が新型で下が現行型で、5代目プリウス新型の方が全長 4m60cm、 車幅 1m78cm で前後 1m42cm、現行4代目全長 4m57.5 なんで 2.5cm 延長して、で車幅 1m76 なんで 2cm 広くなって、前後 1m47cm なんで 5cm も差があるんですね。でホイールベースは 2m75cm で、最低試乗高は全車 13cm で、最小回転半径 5.1m から最上級だけ 5.4m で、まあ、前兆とシャーバーが延長する分、問い回しは若干しにくくなるでしょうね。
まあ前高が下がるんでロー&ワイドな形状になって、走行性能とかは安定性は上がるでしょうね。でパワートレイン第5世代、まあ新型ボクシーとノアに搭載した第5世代直四 1.8 リッタープラスモーターのハイブリッド車、エンジン98馬力 14.5kg、 フロントモーター96馬力 19.3kg、 ギアモーター44馬力 9.1kg で、バッテリーは最新型のニッケル水素電池を搭載し、リッターモデルも発売へ。リチウムイオンではないんですね。で PHEV は、まあ、先ほど紹介した通り 1.8 リッターか2リッターになって、プリウスの方は 1.8 リッターと2リッターの2つのモデルですね、同時設定して、もう PHEV に関しては 1.8 リッターの廃止して2リッターモデル専用車になって、燃費新型プリウスで肉 32.1kg だったのが 35.3kg に、で E4 が 28.3kg だったのが 31.2kg に。でトランスミッションは全車電気式無段変速機で、駆動方式は PHEV 以外ですね、肉と E4 設定で PHEV だけ肉のみですね。で乗車定員は2S シートの5名乗車。プリウスアルファは発売しないでしょうね。もうステーションワゴン系が不人気だったんで、生産終了につながったってこともあって、2S シート5名乗車専用車になって、で安全装備の方が第3世代のトヨタセーフティーセンスが全車に標準装備、一部メイクアプション設定で、機能類の方がプロアクティブダイビングアシスト、交差点横断歩行者探知、衝突回避支援型ピークヤッシュセーフティー、緊急時操舵支援、低速時加速制御機能付きのレーントレーシングアシスト、ステアリング制御機能付きレーンディパーチャーアラート、ロードサインアシスト、アダプティブハイビームアシスト、カーブ抑制制御機能付きの全車速のクルコン、先行車発進告知機能、発進遅れ告知機能、デジタルインナーミラー、ドライバー常時対応システム、ブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックオートブレーキ、パナミックビューモニター、安心降車アシスト付きブラインドスポット警告、アドバンストドライブ、リモート機能付き高度駐車支援型のアドバンストパークが装備化して、まあ、一部新機能として追加して、で、車両価格、プリウス259万7000円から最上級364万まで。で、PHEV が331万3000円から393万3000円という価格設定から価格アップして、5代目プリウス、新型プリウスが279万から379万8000円まで。で、PHEV が433万になるんじゃないかという予想価格ですね。来月末か12月上旬にはもう価格の方は判明していくはずなんですけどね。まあ現時点では判明してなくて。発売時期は新型プリウス先行予約、予約開始。で、生産開始が12月上旬で。で、発売自体は標準のプリウスが2023年1月10日に。で、PHEV の方も3月1日に発売へという情報ですね。で、同時か PHEV に若干遅れたぐらいに CHR の方もですね、新型車が登場して、 CHR も生産終了するかフルモデルチェンジするかっていう情報だったのがフルモデルチェンジするみたいで、搭載エンジンとかもプリウスと同じような感じみたいですね。はい、今回新型プリウスに関する最新のフルモデルチェンジの情報として、長さのデザインとスペックで、新装備類、グレード構成で、グレード別装備で、価格と値時期について紹介しました。